佐伯木栄一、栄一佐伯は、日本の作曲家、編曲家、DJ、音楽プロデューサー、音楽監督。ザ・ PBJ としてのアーティスト活動のほか、音楽プロダクションユナイテッドコード・リミテッドとして活動。また、総合格闘技理人のテーマ曲をはじめとして、テレビ、映画、舞台などのサウンド、トラック、イベントなどの楽曲を手掛ける、作曲家としても活動。 スコップミュージック所属、神奈川県出身。2006年単身都営し音楽活動を本格的に開始、海外でのフィルムワーク、ファッションショーなどの音楽を担当。資生堂いぶきなどのテレビ CM や、日本テレビ開局60周年舞台、映画、サナダ獣氏の音楽、プレイステーションアワード2012、総合格闘技理人、ひとし松本プレゼンツ、ドキュメンタル、 表参道ヒルズのクリスマスなどの音楽を担当。2016年には、ノンバーバルの舞台、インフィニティとギフトの音楽監督を務める。またメジャーアーティストへの楽曲提供、アレンジ、音楽プロダクションユナイテッドコードリミテッドでの活動やアーティスト名義のザ・ PBJ としての活動など最先端のトラックメーカーとして日本、そして世界を視野に、 様々な活動に手を伸ばしている。最近では多様なスタイルのオファーも多く、積極的に活動の場を広げている。数多くの商業音楽制作をこなした中で、楽曲の分析を得意とし新たに独自のプログラムへと昇華する、ズノーハーアーティスト。2006年ロンドン在住時に、楽曲制作をスタートしたデビュー作が iTunes のエレクトロニカ部門でトップ10位を果たす。 2010年には、屋内最大のダンスミュージックフェス、バイア12ニューカマーステージに700組の中から選ばれ出演を果たす。ザ・プロディジーのプロデューサー、ニール・マクレーロンに認められ、プロデュースの話も持ちかけられたほど実力は折り紙付き。日本人離れしたリズムと音色センスで、ラブステップ、ハウス、ニューウェーブ、エレクトロ、ブレイクビーツなど様々なダンスミュージックのアップデートを、 続け、ビメロのボーカルチューンも絶妙に織り混ぜるスタイルは、いち早く世界の EDM シーンと交互し、世界へ誇る国産 EDM として、風穴を開けるサードアルバムをリリース。サードアルバム、ルミノシティアバンダンスは、iTunes ストアダンスチャートで2位、総合チャートで11位にランクインユナイテッドコードは、音楽を中心とした広告戦略から音楽制作まで、 幅広いビジネス分野に革新的なアイデアを取り入れ、新しい価値観を創造するクリエイター集団。代表として様々な音楽ビジネスを展開中。アルバムシングルミニアルバムアルバム、ありがとうございます。